皆さんこんばんは。8月10日です。8月10日夜10時となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。秋葉ドット TV ステーションからお送りいたします情報バラエティ番組 ATS、 今週もまったりのんびりスタートしてまいりたいと思います。今日はですね、なんと一部の方々に大人気の秋葉ドット TV スタッフの一人、クドゥさんがですね、なんとお誕生日ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。おいくつになられたんでしょうか。34です。お34、いいですね。脂の乗った感じの年齢ですけれども、後ほどですね、いわきあってクドゥさん登場するということなので、その時に皆さん一斉におめでとうございますと、はい、そう言ってあげていただきたいなと思います。それまだ早い。はい、ということでですね、こんばんはということで、闇の帝王おめでとうございますとファイさんから、闇の帝王なんですね、おめでとうございますとファイさんから、来ておりますけれども、テピさんこんばんは、ライコネさんもこんばんは、続々来ましたね、クドゥさんハッピーバースデーということで、はい、いくつなの、今言った34歳。はい、タナさんもこんばんは、ありがとうございます。森中さん、ありがとうございます。今日は瀬尾さんのレオタードが見れるとの情報があったので待機。誰がそんなデマを流したんですか。どこの誰がそんなデマを流したんですか。テペさんが昨日も言ったけど、工藤さんおめでとうということでですね、皆様から続々とお祝いの言葉が届いております。はい、ということでですね、本放送はレディオサーディボ、本放送はですね、ニコニコ生放送&ユーストリームで放送をしておりますので、ぜひぜひご覧の皆様、通りすがりの皆様もですね、ちょっと気になったらこう足を止めていただいて、コメントでも書き込んでいただきながら、のんびりお楽しみいただければと思います。はい、ということで始めてまいりたいと思います。集まる楽しむ、そんな感じ ATS。改めまして、こんばんは、しょーい、瀬尾飛鳥です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでですね、もう8月も中旬にいよいよ入ってまいりまして、8月7日が立秋ということなので、東京ではそっから先は残暑見舞いですよ、もう。ね、地方だとまだ暑中見舞いでいいんだと思うんですけども、もう、そうそう、東京はもう残暑見舞いと。いう時期になってしまいましたが、体など壊してないでしょうか、いかがお過ごしでしょうか。もうね、お盆の帰省の予定を立てている方も続々いらっしゃるんではないかと思いますけれども、私もですね、ぼちぼち一遍ちょっとふるさとに帰りたいなという気分もありますが、はい、どうでしょうか、皆様はお盆の予定はもうすでに決まっているのでしょうか。はい、今ここにですね、これ出してなかったよという、これ出してなかったよという、はい、私瀬尾飛鳥と申します、よろしくお願いします。ここで見えるかな、はい、当番組 ATS ですけれども、毎週木金曜日に秋葉 .tv ステーションから放送しております情報バラエティ番組となっております。木曜日は琴野真央さんをメイン MC として、にぎやかに女子たちがトークを交えながらですね、 iPhone アプリ、それからさまざまなガジェット情報をご紹介するというにぎやかな木曜日となっております。で、金曜日は何なのかと申しますと、私瀬尾飛鳥がこう最近一人寂しくなことが多いんですけれども、今日も一人寂しくですね、今日は本当は相方がいたんですけども、相方がライブだということなので、一人寂しくいろいろとにぎやかに盛り上げながらも、こう雑談を交えながら、なんだかんだとお話をしながら、秋葉原のタウン情報ですとかイベント情報ですとか、さまざまなプレスリリースご紹介していくという ATS 金曜日になっております。当番組メールもですね、皆様からどしどしお寄せいただいております。 info@akiba.tv 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 まで、どしどしメールをお寄せください。今日もたくさんメールをいただいてますのでね、後ほど、少しずつご紹介してまいりたいと思います。ゼロさんがボンはコミケと言ってます。いいですね、ボンはコミケ。あ、そうか、今日から始まってるんですね。明日明後日は休みだけど、来週は仕事ですけど、何かやさぐれないでください、テペさん。お盆は仕事ですって言って、お盆は仕事です、みんな頑張りますね。かくいう私もですね、お盆に帰省すると混むので、高いしね、混むし高いしということなので、ちょっとお盆をずらして、ちょっと早い時期か秋のちょっと涼しくなった頃に帰ろうかなというのを目論んでおります。はい、ということでですね、まずはこちらのコーナー行ってみたいと思いますが、
お呼びして大丈夫でしょうか、秋葉先輩を。お呼びして大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、ということで、この方をお呼びしたいと思います。出たがりさーん。出たがりさーん。はい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 。はい、本当うちの社員ってバカですよ。っていうか社長だね。横に行ったのはですね、ここの社長です。はい、どうも、出たがりでございます。はい、よろしくお願いします。出たがりになっちゃったね。ね、もうすっかり定着しましたね。はい、はい、じゃあ今日何から話そうかな。お母さん見てる。今言わないで。生放送はカットできねえんで。見てる見てる。実家に帰ったらおよう出たがりでしょ。前回話したよ。はいはい、というわけでですね、はい、今日はね、工藤さんのね、はい、34回目のバースデーを記念して、私が V を用意しました。どういうことですかそれは。まあ後で本人から説明があると思いますので、はい、というわけで、まあ、散々バラ先週も先々週もご紹介させていただきましたが、はい、うち水っ子大集合2012うち水っ子が、先週の土曜日に行われましたので、うん、僕も、うち水に参加してきましたと、はい、まあ、ビデオもしながらね、うんうん、というわけでございますので、はい、まあ、その V を、ご覧いただきたいと思いますが、はい、準備はよろしいでしょうか。はい、それでは VTR ドーン。はい、というわけでやってまいりましたのがこちら JR 秋葉原駅の、交通広場のところでもう毎年のようにやっております。はい、はい、で、こちらの方でですね、まあ、こんな感じでオケが用意されてるわけです。おー、コスプレ、さてコスプレの人がコスプレと追いつけは何でしょうか。この舞台の人は、この黒い集団はということですね。黒い集団の中に怪しい人混じってますけど、まあ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 、まあ、はい、こちら自宅警備隊の人たちがですね、こちらの秋葉原の応援支援になりました。後でちゃんと挨拶がございますので、こんな感じで待機してます。おっと、こんな感じで今いてて、こちらが実行委員長の方の呼びかけでございます。これはこれはまあ1平方メートルに、1リットル水をまくと、東京中が2度下がる、そんな実験結果、試算結果がございます。これが本当なのかどうなのかというのを、みんなで試して、見るというのが、このイベントの趣旨でございます。で、こちらが神田消防署の方でございます。神田消防署でございます。皆さんご承知の通り、背高いですね、真ん中の人。真ん中の人、背高い。後でコメント言うんですけど、はい、水まくのは慣れてますっていうふうにおっしゃってました。当たり前ですよね。確かにうまいこと言うなと思いました。本業より頑張ると言ってました。で、こちらが JR の秋葉原駅の機長さんでございます。いろいろな偉い人がすごいですよ。やっぱり秋葉原の街を盛り上げようということですね。こんな、はい、各方面の方がいらっしゃる。そして自宅警備隊ニートの皆さんでございます。第二のふるさと秋葉原を守るために、なるほど、今日は頑張るということで、この日が待ちだ。そして、前回出ていただきました参考レモンショップの店長さんでございます。佐々木さんも水の駅こちらの内水に参加いたしました。こちらはですね、台湾のメイドカフェの方でございます。台湾からはるばる、はい、ヨナと申します。このために来たんですよ。流暢ですね。すごいですよ、うん、やっぱり日本好きなんですね。はい、こちらはアットホームカフェ、おなじみのアットホームカフェさんでございます。ね、ここからはもうメイドさん、まあ、秋葉原にあるメイドカフェの方とか、はい、こちらピザフォアさんですね。もう有名なメイドさんでございますが、高川さんは、はい、台湾にメイドカフェなんてあるのかって言ってますね。そうですよ、はい、うん、世界に広がり始めてるんでしょうね、メイドカフェも。こちらどこだったっけな、ちょっとすみません、お店の失念したんですが、こちらは水鉄砲を用意しました。あれは水鉄砲？あれ実はね、これが実演でございます。よくご覧ください。なんじゃ、リリカルなの派的なやつじゃないですか。そうです。しかも俺にかけてきやがるというですね。そんな感じでですね、はい、まあ、全団体の紹介をして終わったところで、早速打ち水開始でございます。左から2番目はパーマンではありません。違うよ違うよ、パーマンって一人けど違うよ。消防署のマスコットです。
なんだっけ、ピーポーくんとかじゃないよ。ピーポーくん違うよ。違うから。すごいね、前知識ないとこんなにグダグダになるから。誰も予習をしていないというですね。ね、予習しましょうね。はい、で、一般の方もですね、こういう形でですね、打ち道しながらカメラ撮ったりとか。すごい、こんなに大掛かり。ちなみにこの日は NHK の取材が入りまして、その日の昼のニュースに流れました。すげえ。すごいスピードだなと思いましたけども。こんなもういろんなお店の方がですね、和洋折衷で、和洋折衷、もう本当にですね、色とりどりの方がですね参加してです。その中に、はい、佐々木さんがいらっしゃるってね。面白い知識でございます。すごいな、目立ちますね。こんだけの集団の中にあって目立つって大したもんですね。この方たちは後でのお店ですね。ほら、印象頑張ってるでしょ。なんか見事なハーフ&ハーフな。過去の放送をご覧ください。楽しい店長さんでございます。はい、でニートの方が並んでて水鉄砲で湧くっていうね。ニートの方暑いでしょうね、あれね。暑いですよね。で、ニートの皆さんはこちらの、はい、実際に水の用意する係としてね、こうバケツリレーとかでね頑張ったりとかしてたんですよ、はい、本当にね、この日はね大活躍でした。あ、さっきのパーマンって言ってたのはキュータ君らしいです。うん、あ、そうなの。キュータ君。キュータ君。キュータ君。知らねえ。すいません。すいません。完全な勉強不足です。申し訳ない。でこの話で一般の方も一緒に水まくをということでございまして、まあですね、暑さをしのぐのに昔から古来からある方法ですからね、水まきするのは。でね、毎年こんな感じでですね、うん、もう本当にもうやり方は一緒です、はい、お店の方と一緒に、ファンの方と一緒に秋葉原の水を冷やそうと、うん、で先ほど言いました1平方メートル1リットルの水をまくと2度下がると、はい、そういう壮大な実験なんですけども、はい、この後ですね、実際に温度の反数検測をやるんですが、33.5度、実は始める前は31度でした。あれ上がってる。上がりました。毎度のことない、毎年上がっちゃうんですよ。実はやっぱみんなのこう熱気で上がるんじゃないですか。熱気で上がっちゃうんですよ、これ。ちなみにこの子は2度ちゃんです。2度が下がるで2度ちゃんで、でなぜかここにおじいちゃんが急に登場します、はい、なぜかと言いますと2度ちゃん温度です。二度ちゃん温度を作った方が実際に実演してこういう風に温度を踊るというですね、みんなでもう二度ちゃんが作りました。二度じいちゃんが作りました。多分違います。詳しくは公式サイトをご覧ください。こんな感じでですね、まあ、ほのぼのと1時間、秋葉原の朝から、水をまいて、冷やしましたと。実はこの前後、しかも雨が降りそうで、もうなんかね、毎度ね、こうあるのかなっていうね、イベントなんですけど、でも、このね、イベントそのものが素晴らしいじゃないですか。うん、こんな感じでみんなで踊って、っていう感じで、水回りをこう、っていう感じでですね、やって終了でございます。これで大変変でございますということで、3分でこんな感じで VTR も終了でございます。ね、キュータ君も。あ、キュータ君ですね。はい。はい、覚えておきましょう。まあ、これだけ打ち水っ子大集合すればですよ。はい、うん、というわけでございまして、ね、こんな模様でございます。うん、これが毎年行われております。うん、何年ぐらいもやってるんですか。もう7年かな。そんなにやってるんですね。私どもの、実は、秋葉ドット TV でずっと追っていくとですね、うん、一番最初の頃やってると思います。2005年の回のやつ、その時はね、Perfumeの方がまだインディーズ時代の時に参加してる時の記事が載ってますので、ちょっと探してみてください。すごいね、ちょっとそれは探してみましょう。検索してください。探せば出てきますんで、こんな感じでですね、もう本当に、うん、もう7年間やってて、もう、うん、最初は本当にメイドカフェの方しか出てなかったんですけども、うんうん、まあ、先ほども言いましたように神田消防署の方が出たりとか JR 秋葉原駅の方が出たりとかいう形でですね、うんうん、本当に歴史を重ねるといって街に浸透してきたイベントですし、もともと打ち水自体がですね、まあ、1ヶ月通じてその千代田区全体でですね、その活動をやってたりとかですね、うんうん、しておりますんで、まだまだ暑い時期が続きますし、特にね、まあ、ここを見てる方の層だとやっぱりコミケっていうのがあって、今日明日明後日というふうにあって、うんうん、まあ、暑いっていう
ということを実感されている方多いと思うんですけども、まあ自宅でもできることですので、ぜひちょっとですねこの機会ですね考え直してみてはいかがでしょうかと、うん、ちょっとこうドア開けて家の前でね、うん、パシャパシャやればいいことですからね、うん、はいはいはい、うんうん、こんな感じでございますので、というわけでこう今回は私が V を用意させていただきました、はい、でですねちょっと私から、うん、ちょっとですね、はい、話題を2つさっきワッショイの話がありましたんで、はい、実は 5PB さんからライブ 5PB の2012アット東京ドームシティホールの、はい、案内が届きました。こんな感じです。こちらサイトでございますので、はい、サイトそのまま移しました。2012年の11月24日に決まりました。毎年恒例なんですけども、ちょっと今年は遅いのかな、11月24日ってことは、うん、8月25日からチケットの抽選先行発売が始まります、うん、おっとこれは、でもちろんズバイさんも出るんですけど、よっしゃ来た我々の番組だってアフィラサーガリさんも出ますんで、はい、あやねさんとか伊藤かな子さんとか今井あさみさんとか、はい、榊原ゆりさんとか、はい、な感じでですね、すごいメンバーが毎年出てるイベントなんですけど、こちらのイベント11月24日、はい、東京ドームシティホール、まあ昔 JCB ホールとか言われてましたけども、うんうん、そちらの方で開催されます。8月25日から、チケット先行が抽選の先行発売が始まりますので、そちらの方は公式サイトをご覧いただければと思います、はい、そしてあともう一つお伝えしなきゃいけないのが、うん、来週の、うん、17日18日のですね、夏祭りまだサイトがちょっとページが用意できなくて申し訳ないんですけども、もう1週間後ですよ、はい、先ほど、地ビールと地サイダーの発注が終わりました、はい、大丈夫ですか大丈夫ですか、1週間前ですけど大丈夫です、大丈夫でございます、はい、今年はですね、先週も先々週も申し上げましたが、はい、地ビール、地サイダーで勝負いたします、はい、そして、現地からは生中継ということでございまして、うん、金曜日ははい、しのぶさんやります。で土曜日は、東堂さんにお願いしようと思ってます。パナちゃんが、はい、はい、お願いしようと思って、まあ、もちろんそれ以外のメンバーも、うんうん、ATS のメンバーは、木曜日金曜日、登場する予定でございます、はい、そしてですね、当日手伝ってくれる大学生のボランティアの方もですね、うん、会場の、こういうものをやってるよとか、うんうん、こういうのがあるよっていうのを、こういう食べ物があるよということですね、うん、レポートしてくれる予定になっておりますし、うん、我々が所属しております中学商工業連合会のですね、うん、イベントでございます桜祭りとか、あとカレーグランプリ10月にございます。そちらの、PR ともございますし、うん、そして祭りの、ね、中で、まあ、全体的に千代田区のご紹介もさせていただく形で、うん、まあ、ちょっと硬いかもしれませんが、うん、にぎやかにお送りしたいと思いますので、こんな感じでやっていきますので、はい、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、ということでございますね。そう、MC やりますって言ってるけど、内容まだ全く何もこう聞いてないのでそうですね、まあ構成しか決まってません、ね、そうなんですよ、まあ喋、ね、れと言われれば喋りますん で、ね、はい、台本は書きます。今回は本当今回は書きます。やった、ある程度は書きます台本があるらしいです、うん、素敵、ね、ないと困るところがあるので、素敵です、書きます。なるほど、ありがとうございます。言っちゃったというわけで、はい、私の誕生日は半年後でございます、うん、ということで、はい、以上でございます何その宣言お疲れ様でございます。2月で、ね、はい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 、ということでですね、来週の17、18日日比谷公園の大盆踊り大会で皆さんお待ちしておりますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。うちみずっ子のイベントに関してですね、いろいろなコメントが寄せられておりますけれどもね、初めて見ますって言って通ってる人もいるみたいですんで、まあのんびりしてってください。はい、さてさて、それではですね、続きまして、私瀬尾飛鳥のおしあにコーナー、はい、ということで、何のコーナーなのかと申しますと、私瀬尾飛鳥がですね、毎週独断と偏見と個人の好みで、このアニメが今面白いですよとか、こんなアニメがありますよとか、これがちょっとおすすめですよっていうのをざくばらにお話ししていくというコーナーです。今日はですね、こちらをご紹介したいと思います。じゃん、心コネクト〇〇ランダムと書いてますけれども、これですね、サブタイトルっぽいんですよね、なんとかランダム。先週までやってたのがヒトランダムっていうお話だったんですけれども、この心コネクトというアニメがどういうお話なのかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。はい、こちら心コネクトはですね、原作がライトノベルです。
はい、もう今期のアニメはライトノベル原作の作品がものすごく多くって、私も全く原作を知らないまんまに見始めてっていうのが多いんですけれども、こちらの心コネクト、原作は安田貞夏さんという原作者の方で、ファミ通文庫から発売されてます。今ですね、期間が8巻までいってるということで、内容をちょっとまあ見ていただければ分かるんですけれども、いろんな事件が起こるんですね。でその事件ごとにここのタイトルがなんとかランダムというふうに変わっていくという感じになります。ちなみにファンの間での略称はココロコという略称になってるんだそうです。ココロコ、ここまでですね。ここから下の3文字切りましたみたいな、ロコモコみたいな感じですけれども、はい、アニメの方は総監督を大沼慎さんが務めてます。バカとテストと召喚獣とか、あの C キューブとか、あの前回やってた黄昏乙女アムネジアとか、そういったところの監督をやってる監督さんなんですけれども、まあどういうお話かと申しますと、登場人物が、メインの登場人物が5人出てきます。今回もですね、不詳私が絵を描いてまいりましたので、ちょっとご紹介したいと思います。まず3名ですね。真ん中が主人公の八重樫太一くん、そしてヒロインその1永瀬伊織ちゃん、ヒロインその2稲葉姫子ちゃん、そして、青木義文、桐山由衣というですね、メイン5名登場します。一体どういうつながりの5人組なのかと言いますと、よいしょ、実はこちらがですね、私立山越高校という高校が物語の舞台になってます。でここで普通の高校生活を送る、何の別に特殊能力とかもない5人なんですけれども、この山越高校の校則で、校則緩いんですが、部活に絶対入んないといけないという校則があるわけですね。絶対もう部活1人1個入ってくださいと。でこの5人はそれぞれになんか希望した部が存在してなかったり、例えばこの桐山由衣ちゃんはこっちかな、可愛いものが好きだから、可愛いものが好きだからファンシー部に入りたいですって、そんな部活はないそう。であとは、永瀬伊織ちゃんなんかは先生が決めてくださいって書いて、で自分のこうあんまりこう主張するようなものがなかったということなので、そういうなんかちょっと問題のある特殊な回答をした5人が寄せ集められて1個の部活になったのが、山越高校文化研究部という部活なんですね。で何をしてるのかというと、なんとなくその文化新聞っていうのを月に1回出してて、それ以外は割と自由に活動してるという、まあ言うなればこう研究会同好会のものすごく緩い版っていうような集まりの5人なわけであります。で何の変哲もない部活動だったんですけれども、ある時突然ちょっと実際にはありえないような不思議な現象がこの5人の間に起こり始めるんですね。でそれがアニメの第1話から先週放送までだった、ヒトランダムでまず最初のきっかけとして始まった人格入れ替わり事件という事件になります。これどういうことかと申しますと、もういつ来るか分かんないですよ。いつどこでどういう風になるか分かんないんですけども、この5人の間の人格が入れ替わるわけです。そのままですね。例えばゆいちゃんとよしふみくんが中身だけ入れ替わるわけですよ。で外見は変わんないんだけど中の人格が交代しちゃう。いきなりパッて変わっちゃうんです。本当に寝て覚めたらとかじゃなくって、もうこの次の瞬間には違う人になってるわけです。で、それがこう繰り返し繰り返し続いて5人は大混乱に陥るわけですね。一体何がどうしてどうなってるんだということ で、実はこの人格交代事件のどうも裏でその人格交代を操っている、正体はわからないんですよ。宇宙人なんだか特殊能力を持ってる人なんだか実態が定かではない風船カズラという謎の人物が出てきて、でこれが担当の担任の先生とか誰かにこう乗り移った形で、どうもちょっとあなた方の人格交代で実験させていただきます、あなた方の反応を見てこちらは楽しませていただきます、いつ終わるかは分かりませんが、まあ、どうぞちょっと様子を見せてくださいっていう感じでですね、なんでやねんみたいな、なんで私たちやねんみたいな感じになるわけですけれども、そうやって普通だったらありえないようなことがこの5人の間で起こることによってさまざまな問題が発生してくるわけです。それは当然ですよね。で自分が自分自身が心の中に持ってる悩みとかいろんな問題点とか人には知られたくないようなことだとか、そういうものがやっぱり一人一人次々と明るみに出てくるわけですよ。例えばまあ、ちょっとこう話の内容に触れてしまうんですけれども、このゆいちゃんっていう女の子は実は
昔男性に襲われかけたことがあって男性恐怖症っていう一面があったけど、それをひた隠しに隠してたとか、実はこの稲葉姫子さんは人間不信な毛があって誰のことも信用できないっていうところがあって、周りのみんなのメンツは自分のことをとっても大事にして愛して好意を寄せてくれるんだけども、自分は誰のことも信用してないっていうのをものすごく悩んでいて、夜眠れなくなってしまったりとかですね、まあ、そういったさまざまな問題が一人一人に関して次々と起こってくるんですけれども、まあ、そういった問題点を一つ一つこう解決しながら、この5人の間の友情がだんだん深まっていく、5人が5人それぞれに理解をし合えるようになっていく、そして、まあ、最終的にはちょっと生死に関わるような大事件とかそういったことも起こってくるというような展開になってます。で、とりあえずその人格交代劇の一段落が先週で一件落着ついてるんですよ、とりあえずは。 でもこのままで終わるかどうかは分からない、その裏で糸を引いてる風船カズラの正体も分かんないし、これだけで済むとはとても思えない。まあそうですよね、夏のアニメ始まってワンクール12話13話あるわけですから、まだ半分来てませんからね。ね、ここで終わられては困りますよね。そういう感じ、はい。ね、これから先もおそらくこの5人を巻き込んでのさまざまな事件が続いていくでしょうと。で、大人気でですね、なんとこの原作の安田貞夏さんはこの心コネクトが処女作、初めての作品だったんだそうですけれども、まあ、これがシリーズ化されまして、でテレビアニメ化になって、で今度はゲームでも出るということで、そうファイさんが言ってますけどね、 PSP でゲームも出るねっていうふうに言ってますけれども、そうなんです、ゲーム化もされて非常にこう人気が高いという、まあ、一見普通の学園友情物語、学園恋愛物語っぽいけれども、そこには現実にはありえないような事件が関わっていく、そういった作品になってます。私ずっとトルネに貯めてましてですね、いろんなアニメを貯めて、もう少しずつ少しずつ消化して、常に80何件在庫がある状態なんですけれども、これ見始めたら止まんなくなっちゃって、え、これ続き気になる、え、どうなのどうなの、とか言いながら次々あっという間に先週分まで全部見てしまいまして、はい、おかげさまで寝不足でございます。とても面白いので、もし気になる方はちょっと調べてみてください。心コネクト、放送はこちらです。じゃん、テレビ神奈川と、東京 MX 千葉テレビテレタマ、まあ、関東圏はほとんどやってますね。でテレビ愛知毎日放送、これ近畿周辺で、ATX BS11 が有料放送ですけどね、バンダイチャンネル、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、ビデオマーケット、ショータイムと様々に放送があってますので、ぜひ、身近な放送局を調べてちょっとチェックしてみていただきたいと思います。で最近はあれですよね、アニメ化されるというふうになると漫画とか小説とかはもう本屋さんでも大々的にピックアップされてますので、ちょっとこう気になるものがあったら原作手に取って読んでみるのもいいんじゃないかなと思います。私もライトノベルあんまり読まないんですけれども、まあ、こうやってこういう面白い内容のものが出てくると、あ、この作者はどんな文体でこういうものを書くんだろうなっていうのがちょっと気になるところではありますので、まあ、そういう原作なんかを調べてみていただくのもいいんではないかなと思います。ということで今日は心コネクト、はい、ご紹介させていただきました。まあ、皆様の中でですね、これが楽しいよとかこれが気になってるよというようなアニメがありましたら、そちらも番組の方にメールでお寄せいただけるといいんじゃないかなと思います。以上、推しアニのコーナーでした。はい、ありがとうございます。はい、そうそう、ファイさんがね、普通の学園友情ものと思ってみたら違うものなんですね。そう、割とね不思議な感じなんですよ。はい、ということでですね、番組にお寄せいただいておりますメールを少しご紹介してまいりたいと思います。まず最初にいつものですね、テペさんの今日は何の日メールから、毎週ありがとうございます。今日はですね、8月10日ということで、8月10日は道の日、8月10日に日本初の道路整備計画が実施されたことに由来するということなんです。あと宿の日、8月10日宿の日ということですね、語呂合わせですね。全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の青年部が制定したそうで、長いな、はい。そしてハートの日、8月10日ハートの日ですね。ハートの日、これも語呂合わせです。日本心臓財団と厚生省が1985年に制定ということです。そしてですね、8月10日まだあります。8月10日焼き鳥の日です。焼き鳥の日焼き鳥の日、私これがいいな、焼き鳥の日はい、焼き鳥を販売する株式会社船中かな、2007年に制定と、
ということで、全国焼き鳥連絡協議会も実施しているということで、そしてハイボールの日、ハイボールの日、ボールの日、ハイボール、あ、ハイボールの日か、なるほど、ハイボールの日ですね。はい、ということでサントリー種類株式会社がですね、ウイスキーをソーダで割るハイボール、これの美味しさを広めようということで、考えたということでございます。最近はあれですね、核ハイですね、ハイボールといえばいろいろありますけど、トリスとかデュアーズとかいっぱいありますけれども、ちなみに10月8日は核ハイボールの日なんだそうですよ。そして、ハットの日、帽子の日ですね、はい、そしてパレットの日、絵を描く人の日ですね。はい、ということで、そして最後に工藤さんの誕生日おめでとうございます。綺麗にまとまりましたね、というさまざまな記念日が、ちょっと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 オリンピックだからね。はい、さまざまな記念日があります。何をすればいいんだ。同じくテペさんから、瀬尾さん、スタッフの皆様こんばんは、いつもなら菅野さんもなんですけど、今日は七国山病院へお母さんのお見舞いに行かれたそうで、めいちゃんだからね、いないのが残念です。さて、8月も半ばに差し掛かり、高校野球も始まり、暑さのピークと言われるお盆の頃ですが、この時期は割と帰省される方ですか、あと地元ではこの時期にこんなことしますというのはありますか、それでは残り時間頑張ってくださいということで、さっきも言ったように盆には私ちょっとあんまり帰らないんですけれども、生まれが長崎なんですよ私。で、母方が長崎なんで、長崎に盆に墓参りに行くとね、お盆でロケット花火打つんです。普通お盆ってしんみりするじゃないですか。うち田舎に帰ると、あの墓場でロケット花火ピューンパーンってやってるんですよ。長崎のお盆ってそうなんです。そう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 。いや、当たると思いますよ。いや、いいんだかどうだか分かんないけど、とにかくやるんですよ。やるもんだってなってるんで、よそでお盆をやった時に、私こんなに静かなんだってびっくりしたんですよ。うん、で、精霊流しとかもやるけど、爆竹とかね、街中場でパン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 鳴らしたりとか、長崎のお盆はすっごい賑やかなんです。ね、普通はね、しんみりちょっと迎え火炊いたり送り火炊いたりという感じなんですけども、誰だチャランポランとか言ってる、誰だチャランポランとか言ってるのは。まあ、チャンポン皿うどんも美味しいけどね。はい、では続きまして ST さん、 ST さん、ATS 金曜日様、メインの人杉様こんばんは、入院してるんですよ ST さんは。足をちょっとどうにかしたらしくって、で今週の月曜日に手術をして終わり、リハビリが始まりました。怪我をした場所ですが、膝の下のところの骨が陥没してしまい手術となりました。痛そう。歩けるまで2ヶ月はかかるそうですが、1日も早く歩けるようになりスタジオへ行きたいと思います。ありがとうございます。本当に早く治してください。最初はベッドの上で簡単なリハビリ程度でしたが、今日から膝を曲げる練習に入りました。なんかもう大怪我なんですね。退院したらマックのシャカシャカチキンを2個でいいので誰かおごってください。もしくはファミマのスパイシーチキンでもいいです。それでは皆様頑張ってください。以上、瀬尾さんと同期というのを知って驚いた ST でした。いいよ、 ST さん来るときには私がファミマを買ってきますよ。じゃあ、ね、ファミマは買わない、ファミチキを買う。ファミチキをもう揚げ足ばっかり取るんだから、こうやって。はい、続きまして、こちらはタナさんかな、タナさんです。ありがとうございます。瀬尾さん、出たがり秋葉先輩、よし社長、他スタッフの皆さんこんばんは、タナです。はい、今日はクドゥさんの誕生日おめでとうございます。自分は8月11日なんで1日違いですねって、この間の飲み会で盛り上がってました。社長が来週らしく夏生まれの方多いみたいですね、となんだか嬉しいです。冬の方もいるみたいですけどね、夏生まれの人多いですよね、この中ね、すごく、うん。話は変わって、今日はこっちのヨッシーさんの提案で、まあ、お友達のヨッシーさんの提案で、一宮支局を見てきましたよと、アキバドット TV の一宮に支局ができたんです、最近。で、ヨッシーさんと見に行くの初めてだったので、すげえなーって言ってました。それと、歴史地理好きの瀬尾さんのために、一宮の昔から一番の神社である、増見田神社の写真を撮ってきましたということで、写真が送られてきました、二カメさんに。よっ。ここにね、ここにヨッシーさんが写ってるんで、私隠しますよ。ね、ヨッシーさん写っちゃダメです。ダメ。はい、増見田神社。ね、一宮の、支局のすぐ近く。だって、一宮って名前がついてるってことは、その地域の第一宮だから、やっぱりそこの最高の神様なんですよ。一番のね、尾張一宮。大きいですよね。立派、ひわだぶきかな、後ろのは。黒っぽい。お屋根の立派な作りですけれども、写真をありがとうございます。そしてその後にですね、タナさんはなんと、七夕祭りの行われている一宮七夕祭りの様子も送ってくれました。ちょっとこう一般の方がいっぱい映ってますね、この暇なんですよね。はい、一宮七夕祭りということで、そうか、愛知でも七夕祭りってこんな風にいっぱいやるんですね、にぎやかに。七夕って私、あの仙台とか
東北の方だけなのかなと思ってましたけど、はい、ありがとうございますね。あ、こういうなんかお祭りの写真とか神社の写真とか来るのも楽しいですね。いいな、誰かいっぱいなんかいろんなところのいいところを写真で送ってください。はい、そしてそのヨッシーさん、こんばんは、セオちゃん、ヨッシーです。2週目なのでカノさんもいらっしゃると思ったのですが、ライブでね今日はちょっといないんです、残念でした。今週もセオちゃん一人で寂しいかと思いますが、自分たちも見てますので一人じゃないですよ、ありがとうヨッシーさん頑張るよ。そして今日職場から実家へ帰るのに時間があったので一宮支局を見てきました。うん、支局どうでしたか、どんな感じですか。私も全然見たことないですけど、まだ中は入れない、まだ中は入れない、外からだけなんだ。そんなに立派な支局、立派な支局なんだ。そっか、本家負けないようにしないと本家やばくね。その後初めて商店街を散策し、古くからあるおもちゃ屋さんなど行ってみました。たまにはそういうところをゆっくり散策するのもいいものだなと思います。今日も楽しく見てます、ありがとうございます。はい、そして最後にパイさんからですね。伯爵の劇を見に行った瀬尾さん、レベルが34に上がった悪魔の騎士団工藤さん、いつも工藤さんを操って世界征服する秋葉先輩、その他毛利家の皆さん、こんばんは。なんでなんでどこに毛利がおる。はい、さて私は月曜日に福丸伯爵が出演していた劇雷電のごとく見に行ったんだ、見に行ってきました。はい、私は目が見えないというハンディがあるので、聞く視点から感想を書かせていただくと、さすが伯爵と思いました。最初のシーンから裏切られて殺されるシーンまでかなりうまいなと思って聞いてました。俺の死に方が一番ひどかったと伯爵が言ってましたが、確かにひどかったです。他の方々もうまい人ばかりでよかったです。ちなみに明日伯爵が何か持ってくるかもしれません。どうなのか分かりません。どういうことですか。いうかこれは伯爵のところに送ってあげた方がいいメールなんじゃないですか。ここに来るよりもね、そう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 、あれなんですよ、秋葉 .tv でアイリーグという番組をやってます、福丸伯爵という方がですね、高杉晋作を主人公にした雷電の如くという舞台に出演されてまして、そこ あの敵型の俗論派の狩猟の役だったんですけれども、あの家老の何だったっけ、名前忘れちゃった、家老の役だったんですけれどもね、なんとあの自分の手下の無垢なし藤太に裏切られて切られてしまうという、美味しいところでしたけれども、ちょっとね、あの完全に悪い人じゃなくって、悪い人なんだけど、こう本心から悪い人じゃなくって、なんて言うんだろうな、こう操られてる感じのを出したいっていう伯爵と言ってましたけれどもね、ぜひアイリングの方もよろしくお願いします。はい、ということでわちゃ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 ご紹介しましたけれども、メールたくさんありがとうございます。毎週お待ちしてますので、ぜひこれからもどんどんメールをお寄せください、よろしくお願いします。もちろんですね、あの初めましての方もメールをお寄せいただいて構いませんので、どんどん書き込みメールお待ちしてます、よろしくお願いします。さてさて、それではですね、続きまして秋葉 .tv に寄せられているさまざまなお知らせのコーナーに行きたいと思います。どっちから先にやりましょうか。そっちからやりますか。はい、ということで、こちらもですね、ライブのお知らせが届いています。三上さんにじゃーん。秋のウィズブレス4、皆さんご存知でしょうか。ワンマンライブが決定したそうです。秋のウィズブレス4と言いますと、あの菅野陽子さんのプロデュースでですね、創世のアクエリオンをはじめアクエリオンの主題歌を多数歌っている、ちょっと前まで放送されていましたアクエリオンエボルの主題歌挿入歌もたくさん歌ってたという、4人組のグループなんですけれども、この真ん中に立っている秋野さん、この方がメインのボーカルで、他にいる3人は本当のご兄弟なんですね。なんと兄弟4人でグループを結成しているという秋のウィズブルース4ですが、ワンマンライブが決定しましたということで、こちらに日程が載ってます。2012年9月8日の土曜日、会場は、5時、夕方5時ですね、17時開演が18時、場所はクラブチッタ、川崎クラブチッタ、川崎市川崎区、住所小川町号の名言っていいのかなと思って、すごく広くて有名なライブハウス、はい、とっても有名なライブハウスだということで、1000人ぐらい1000人ぐらい入るんだって、集まるでしょ1000人ぐらいね。秋のウィズブレスフォー、お早めにですねチケットをお求めいただきたいと思います。チケットは E プラスで前売りが4500円、オールスタンディングですよ、オールスタンディング盛り上がりますよこれは。はい、皆さんぜひお越しいただきたいと思います。私も行きたいですっていうか、むしろということで、はい、こちらお知らせまず1件ですね。そして続きまして、これはですね、あのちょっと私恥ずかしがらないように頑張って読みますんでね、皆さんよろしくお願いしますね、突っ込まないで聞いてくださいね。画像解禁のお知らせが届いております。待望の大人気コミックの実写化第2弾、
青春純愛 SM 映画再び7と香る第2章、9月8日土曜日から秘密のレイトショーが決定ということで、もうこれ9月からですね、9月8日から、はい、なんとこちらスパンキング画像が解禁になりました。いいですか、スパーキングじゃないですよ、スパンキングですよ、いいですか、スパーキングじゃないですよ違いますよ、なんか怒られますからね多分それ言うと9月8日土曜日より渋谷ユーロスペースにて2週間限定のレートショーが公開いたします。うめえ、7と香る第2章も大丈夫大丈夫、読んでいい続き、はい、第2章一部話題騒然となっているスパンキングシーンの画像が解禁となりました。本作は現在ヤングアニマル嵐にて絶賛連載中の天爪龍太原作コミック7と香るの実写化第2弾です。高校生の SM レッスンというセンセーショナルな内容と7と香るのピュアな純愛とも取れる一生懸命な姿に単なる SM ものではないピュアネスラブストーリーとして多くの支持を得ている人気コミックを原作に薬と笑えてちょっぴり切なくエッチな妄想たっぷりの青春純愛 SM 映画第2弾が誕生しております。7役に新生の新キャスト、こちらを迎え第1弾を超えるエスカレートした7顔をぜひご注目くださいということですね。これはですね、なんだろう、幼なじみがふとしたことからこう SM プレイをしていくことになるという高校生の物語なんですけれども、優等生の7と、エッチなことばかり考えている童貞男子の薫というのが登場人物の2人なんですけれども、さあこの2人の交差する感情と恋の行方はどうなるのかというですね、その衝撃の画像がこちらに届いておりますが、いいんですかこれ流しちゃって大丈夫ですか、いきますよ、3、2、1スパンキングスパンキング、はい、ということでスパンキングっていうのは何なのかというと、要するにお尻ペンペンですよ、お尻ペンペンはい、というですね、この衝撃の画像公開が解禁になりましたということで、はい、これをですね、もうぜひともというお誕生日の工藤さんからのですね一押しでということなので、ご紹介させていただきました。2週間限定のレートショーということなので、9月8日の土曜日から原作のちょっと気になっている方、お好きな方はぜひ第2章ということなので、まあ、第2弾なのでね、人気があるから第2弾だということなんでしょうか。誰だ、を書き込んだの、若かりし頃の秋葉先輩と工藤さん、違うよ、怒られるぜどっちがペンペンされてんのノーコメントで、なんかもう苦笑してますよ2人ともはい、ヨッシーさん、7と香るレンタルで借りてみました。お、本当か、ということはもう話題になってるんですね。ゼロさんが実写だっつって笑ってますけども。はい、ということで、ぜひぜひですね。おはようスパンクじゃないよ。おはようスパンクじゃないよ。それはちょっと、もっととても健全なアニメだぜ、それ。もっと健全なやつだぜ、それ。はい。ということですので、ナナとカオル第2章の方もどうぞよろしくお願いいたします。以上、秋葉 .tv からのプレスリリースのコーナーでした。はいさて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 、ということでこのあたりでですね、ちょっとお誕生日の方を一人お呼びしたいと思います。ちょっとお誕生日関係なく訳あってちょっと失礼ということなんですけど、ね、うん、では呼びたいと思います。クドリアフカさんはい、失礼します。はい、どうぞ。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今日はちょっとね、誕生日ってこともありまして、はい、皆さん本当にいろいろとありがとうございますメッセージたくさんいただきまして恐縮です、はい、で実は今日出させていただいたのがですね、はい、謝罪出演でございます謝りに来ましたとと言いますのもですね、はい、先週、うん、秋葉先輩の方からご案内ありました通り、はい、先日6月の、29日ですね、はい、行われましたワンダーフェスティバルの、うん、模様を取材させていただきまして、はい、そちらのですね模様を、今日、うん、実はご紹介するということで、うん、先週告知をしていたんですけれども、ですけれども、はい、はい、初版の事情でして、はい、私の動画編集が間に合いませんでした。すいませんでした本当に申し訳ありませんということでですね、ちょっとタイミング的に、公開の時期がですね、ちょっと見込みがちょっと立ちづらくなってしまいましたので、うん、こちらの動画につきましてはですね、うん、秋葉 .tv の、うん、
トップ、のところにですね、実はレポートというメニューがあるんですけれども、実は最近あまり稼働していないレポートではありますが、はい、そちらの方にですね、はい、ワンフェス取材動画として、うん、レポート動画の方の掲載を、行いたいと考えております、ちょっとまだ公開時期がですね、まだ何とも言えないところで、できるだけ早めに掲載できるようにですね、頑張りたいなと思っておるんですけれども、近日中ということでできればお願いしたいなと思っておりますので、はい、大変申し訳ありませんがよろしくお願いします。ね、ワンフェスの放送を楽しみにしてくださってた皆様、はい、取材させていただいた各方面の皆様、はい、大変お待たせしまして申し訳ございませんがよろしくお願いします。はい、ちなみにですね、はい、ちょっとさっきプレスリリースでありましたナナとカオル第2章なんですけれども、はい、実はこれですね、シークワサー TV 時代に、うん、ナナとカオル第1章のですねご紹介の方を実はしておりまして、実はですねこれの情報をですね、はい、配給会社さんの方からですね、許可をいただいて、実は PV をですね、うん、前回のナナとカオル第1章の時はトレーラームービーの方も実は流したりとか PV を、させていただいていたこともありまして、ご縁でですね、実はプレス向けの試写会の方にも、はいはいはい、お呼ばれ実はさせて、いただいてたんですけれども、ちょっとスケジュールが合わずにですね、今回の試写会の方はちょっと拝見してないんですよ。ただ情報の方がですねこのようにいただきましたので、はい、まあ、せっかくの機会ということで紹介させていただきました、うん、これすごく今ヤングアニマルの方でも人気の高い作品なものですから、原作の方読んだことある人多分いるとは思うんですけれども、はい、第1作目とですね、実はキャスティング特にナナの、役をやってる女の子がですね、キャスティングが変更になってたりとか、でまた新鮮な目線で見ることできる作品だと思いますので、ぜひぜひご覧いただけたらなと思います、SM って言っても、まあ、確かにエッチはエッチなんですけど、うんうん、いわゆるちょっとダークな雰囲気あるじゃないですか SM って、うん、なんか痛そうな感じですよね、なんかダークでマイナスなイメージありますけど、うんうん、これはどっちかというと本当に純愛ものっていう感じですね、うんうん、SM なんだけど本当になんか、うん、なんていうんですか、ウブな男の子とウブな女の子の純愛作品っていうような感じに作られておりますので、思いのほかすごいじっくり楽しめる作品じゃないかなと思います。ほう、はい、1作目は特に新人の女の子が7役で抜擢されててですね、うん、すごいたどたどしいところもあったりしたんですけど、うんうんうん、それが逆になんかすごくリアリティのある演出だったり、役だったりしてたので、まあ、今回もそういった部分ではですね、新進気鋭の女の子を採用しているということもあるので、また同様に楽しめるところあると思いますので、ぜひご覧いただけたらなと思います、はいはい、ということで、お詫びと兼ねてのご案内でした。はい、またよろしくお願いします。ね、はい、最近髪を切ってちょっとひげを生やしてですね、はい、ちょっとイメージチェンジをしてみたんですけど、ことのほか不評という不評なんですか。どちらかというと不評が多いかなっていうところで、うん、まあいいんじゃないんですかって一番最後についてくるんですけど、みんなそれをどの方向にとっていいのかが微妙なんですよね。でもほら、うん、もう30も半ばにそろそろなるわけですから、うん、やっぱりこうその辺の大人の男の貫禄みたいなものが、うん、そろそろ欲しいところではありますよね。うん、だからまあ、いや基本的にただでさえね、結構動画動画言われるんですよ、うん、そうそう、実際今年34なんですけど、うん、今日でねちょうど34なんですけど、うん、大抵ですねまだ20代ぐらいに見られる、うん、そうですね、20代後半ぐらいとかって見られることが多いので、はい、まあちょっとねひげでも生やして少し年齢がねちゃんと実年齢に近い感じの外見になるかなと思ってちょっと狙ってみたんですけど、なんかね本当ねあれなんですよ、特に木曜日の、はい、琴野さんたちとかには、チャラくなったなんかエロいなんかエロい、あとなんだっけ他なんかあったよね、なんか他にもなんかいろいろいわゆるいやらしいもあったね、なんかいやらしいっていうね、言うてやるなよストレートにいろいろみんなぶつけてくれました。思っとってもここまでにしとこうやそれは。あとですね先日ちょっとした要件でですね、はい、サトミアンとお会いしたんですけど、はい、若干引いてました。おーっていう感じの、はいね、それぐらい不評です。どうしますか、うん、貫きますか戻しますか。もうしばらくこのまま行きたいなとは思う、せっかくやってんでね。まあそうですね、うん、1年続けるの、まあ熱くなってるから、まあ、余計にね、ほんとチェンジ
逆にまた若作りしたんです。なるほどね。あごひげ、まあね、あごひげだからかなってテペさんが言ってるけど、あ、ね、え、鼻ひげでも微妙だよ、だって、うん、こっちよりはね、こっちかな、全体かな、全体はなんかね、ただなんか口ぶてはなぜみたいな感じになるそこまでいかないしもそこまで行くのには多分本当1年ぐらい放置しないと無理だよおじじいでしょそれ、おじじい、うん、そこまで行くのは多分ね1年ぐらいねずっとこのままほったらかしにしないと、 あともみあげとかつなげなきゃいけなかったら大変だと思いますよそれはね、え、まあ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 、うん、まあ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 、皆さん温かい目で、白いの髪型を見ながら募集、髪型募集、髪型募集、髪型じゃないよ、ひげ型募集、ひげ型募集、募集、いや最初ね今ソフトモヒカンにしたんですよ、ちょっと髪立てられるね、はいはいはい、もう少し短くいってデザイン坊主っていうのもありかなと思ったんですけど、とりあえず坊主だといろんなところから批判ありそうだなと思ったし、あの他にもねあの坊主の人、まあ、うちの知り合いでもいるんで、まあ、ちょっとそこは抑えて、なんか時間しようかなと、いやだからそういうのも考えたんだけど、まあまあまあね、うん、結構自由なフリーダムな職場ですからね、若干、まあ、営業なんで一応肩書き的に、 あの対外、あれあれ対外的なものも、森中さんがねギリシャ神話みたいなヒゲにしてみたらって言ってる、はい、ギリシャ神話、ああここら辺こんな感じ、テルマエだテルマエあのだからそれもそれもあの1年ぐらい伸ばさないと多分いかないのでね、やっぱりヒゲともみあげをつなげないと、ヒゲデザインコンテスト、つないでつないで伸ばして三つ編みとかそれーオーナーゼフ的なそれはちょっとまあまあ人のヒゲであまり遊ばないようにということでね、まあ別にそれは募集しないんではい、そんな感じでね、はい、ということで、じゃあ放送時間もギリギリなので、はい、そろそろ失礼します、どうもありがとうございました、はい、お疲れ様です、おめでとうございました、はい、ということで、久しぶりに登場していただきましたクドゥさんでした、ありがとうございました、ということでですね、残り時間ももうあと4分半ぐらいになってまいりました、昨日のメンバーからですね、交換日記の返事をいただいてます。昨日はですね、夏祭りが近いということで、夏祭りにこれは外せないよねっていう食べ物は何ですかというふうに聞きましたら、皆さんから回答いただきました。東堂さんは肉ですと、肉食ですと書いてますね、琴野さんはあんず飴、千夏さんもかぶったあんず飴、マリリンはチョコバナナという回答が返ってきました。あっぽいですね、やっぱりね、マリリンはチョコって感じしますね。私はちなみにもうイカ焼きだけは必ずハムハムします。イカ焼きない祭りは祭りじゃないとか言ってますけどもね。あね、本当に日比谷ではイカ出るでしょうか、楽しみにしてますけども、はい、あったらもうイカ焼き食べながら放送とかですね、ダメですか、いいんですか、いいですか、いろんなもの食べられる、食べられる、いろんなもう出店してるものをわさわさ集めてですね、食べながら放送したいと思いますので、来週はお祭りの会場から飲み食いしながらやっていいというお達しが今出ましたので、はい、ワイワイやりたいと思います、よろしくお願いします。加藤茶仕様ですか、え、あ、おひげの話はい、ということでですね、私の方からお知らせもう一件、鳥海啓太のミュージックシーバードという番組をブルーレイディオさんの方で、毎週行っております。毎週水曜日の夜8時に更新されてますので、ブルーレイディオ .com、 また瀬尾アスカ、鳥海啓太、ミュージックシーバードなどで検索していただけるとですね、ポンと出てくることだと思いますので、ぜひ聞いてみてください、バックナンバーになりますと、ちょっと無料のメールマガジンの登録が必要になりますけれども、ぜひぜひ面白い放送が過去もいっぱいありますのでね、 5PP のズバイさんがゲストに来てくださったりした回もありますので、ぜひ検索して聞いてみていただきたいと思います、よろしくお願いいたします。はい、ということで1時間弱わちゃわちゃ喋ってまいりましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか、瀬尾さんのイカ焼き放送だゲソそれは海の家でやりたいですね、ゲソはですね、はい、クドさんお疲れ様でしたということで、皆さんからもコメントが寄せられておりますけれども、まあ、お祭りの時にもですね、ちょっと放送も順調にうまいこと放送できるように頑張りたいと思います。なんか去年はすごく大混乱の放送になってしまったのでね、今年はがっつり、24時間テレビもいかにというぐらいのですね葉っぱをかけてですね、追い詰めながらこういきたいと思いますけれども、やっていきたいと思いますので、ぜひぜひ日比谷の大盆踊り大会お越しいただいた暁には、私と一緒に炭鉱節を踊ってですね、楽しくお祭りを満喫して帰っていただきたいと思いますので、ぜひ来週もよろしくお願いいたします。
ということでお送りしてまいりましたのは私瀬尾飛鳥でした。最近言うの忘れてますよね。え、歴史地カッパ水筒券旅する博多っ子瀬尾飛鳥でした。お、あ、何、今日からメガマウス温度、今日はメガマウス温度、今日はお祭り前だからメガマウス温度が流れます。ということで皆さん、また来週日比谷からお送りしたいと思います。バイバーイ。